どうもみなさんこんにちは、キングです。はい、僕ですね、すいません、年末休んでました。はい年末ね、おい、今日全然動画上がらんじゃんっていうね。クラロワも上がらんし、で、なんかマイクラ上げたんだけど、それは昔に撮ってるやつをちょろっと上げただけで休んでました。ということで、2020年、いろんなことがありましたが、最後恒例企画カッコ一発目、クラロワチキチキ読み屋の雨選手権ということで、やっぱりクラロワで一番気持ちいい瞬間、皆さん何ですか？僕は知ってます。読みプレイが決まった瞬間。2020年、いろんなことありましたが、最後読みプレイ決めて、最後気持ちよくなって年末年始収めていきたいなと思っております。それでは今日スパーあっ、ちょっと待って、音を聞かないと。で、この読み屋の雨って言ったけど、ちょっとね、よろしく、読み屋の雨じゃなくていいんだよ。読みを決めていきたい、今日は。はい、2020年、ちょっとね、本当に休んでて、ずっとなんかもう、なんか動画もね、なんか動画撮んなくて普通にゲームしようっていう感じでゲームしちゃってたから、はい、休んでました。キョウキョウ選手、さあまずはスパーキーで、相手ユーノちゃんってことは、ペッカ仁義、これはザップが飛んできそうだな。ザップが飛んできそうだが、ザップ来ない。センキュー、オッケー、ありがとうございます。で、うわー、ペッカエレキあるな。いや、これエレキあるな。ここでまさかのキョウキョウ選手、ここで読んでいく、エレキ読み。いや、意味ね。いや、しかし、なんかいい働きしてるぞ。オッケー、溶かしたってかい。オッケー、ここでエレキ来ても全然痛くない。ここでメガゴで受けれるし。うわー、おざす、あれってエレキなし、エレキ抜いた、さてはエレキ抜いた。あとごめん、画角も調整しました。ちょっと、いつもと風景が若干違うことに気づいたあなた、天才です。これは相手エリクサーなそう？いや、そんなことはない。相手絶対あれだ、俺が落ちたと思って。俺に落ちたと思わせる作戦だな、この人。いやー、これちょっとザップ切っとけばよかった。これザップ切っといた方が、これは安心安全だったんじゃないか。ちょっとゆっくり行こう、ゆっくり。いや、このメガゴ無駄。このメガゴ世界一無駄。環境破壊、これ、このメガゴ環境破壊まである。エリクサーの消費も無駄。うわー、オッケー。これはね、これはもう右許容の精神。許容の精神で、ここエリキかペッカ来るでしょ。オッケー、待って、やばない？俺やばい、2020年、覚醒してる。読み屋の雨じゃねえじゃん、全然読み屋の雨じゃないけど、覚醒してる、普通に覚醒してる。やばい、ザップ使ったらこれスケルトン部隊入りますよ的な感じを実現していきますよ。で、ここでポイズン、ここで、はい、ポイズン出すしかない。 OKOKOK で、ここはこれはもうある程度許容、これでも嫌な雨、あなたは邪魔だ。そしてエレキ、そしてちょっと裏にバレる。 OK で、ここでエレキ対策でザップで、はい、速度化し、パーン、ここで重要となってくるのは、ここで角出しで打っていく。はい、そしてオッケー。いや、スパーキー無限、マジで、あざす、スパーキー無限。え、ちょっと待って、今のバレルもめっちゃ読みじゃない？めっちゃ読み決めていくよね。いきますよ、もう一回いきましょう。ポチ、これ覚醒してるかもしれない。2020年。いきます、よろしくお願いします。さあ、どういった展開見せてくるか、よろしく。まずは、ゴブリンバレルを出して、相手は妖精、まずは妖精見。まずは挨拶。その、やっぱり挨拶、いや、待って、ちょっと待って、絶対エリゴレじゃないですか、この人、エリゴレでしょ。ヒーラーってエリゴレしか入ってないよ。ヒーラーはエリゴレ、お前、絶対エリゴレじゃん。絶対エリゴレだから、エリゴレはもう逆サイを攻めまくるしかないんですよね。うわ、これ逆サイを攻めて、オッケー。で、ライドラをこっちに咲いてほしいのよ。ライドラを右に、左に咲いてほしいのよ。オッケー。そしたらスパーキーが生き残ると思いきや、生き残んなくね、これ。ちょっとこれまずいな。マジでまずい。エリゴレつけられて GG だ。
しかもタルババ、タルバービー岡村、タルバービー岡村オンラインして、オッケー、このタルババは相手止められませんと。オッケーオッケー、素晴らしい素晴らしい素晴らしい。ただなんかライトのおい、ちょっと待って、まずい、これ本当にまずい、本当にまずい展開。ここもうヒーラー、ヒーラーに、ヒーラーに、オッケーオッケーオッケー、ヒーラーに何もさせない戦法大事。そのベビードラやばない、そのベビードラやばい、ベビードラがターゲット取ったらこれベビードラ、あーオッケーオッケー、ガオムネでやって。もうさー、いやわかるよ、エリゴレって難しいのはわかるんだけど、やられた時のメンタル崩壊よね。これ相手は、ここで、はい、めっちゃ俺エリクサー回収できる。ここでちょっとトルネード邪魔だから、ちょっとバレルをこの辺から出して、でここで、はい、ここでも右に、あ、これするとも相手絶対守れない。オッケー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 、この右、この右のスケルトン部隊、この右のスケルトン部隊やばい、革命俺は、今のドヤ顔キモかった、今の俺のドヤ顔やばかった今。さ、ここはちょっと、はい、さっきのもうライドラさえ粉砕してしまえば私の勝ちですよと言わんばかりの、はい、スパーキー、やばい、これはまずい、これ非常にまずい展開。スパーキー早くぶっぱ、スパーキー早めにぶっぱ、早めにぶっぱ担当大事。やめてやめて、早い攻撃やめて、ふっ、これザップ、これザップ飛ばして、オッケーオッケーオッケー、やべ、これ絶対ぶっぱしてくる、絶対ぶっぱしてくるんじゃん。ここでも奇襲かける、奇襲かける、奇襲で鬼の奇襲、鬼の奇襲で、うわ30秒、絶対スリクラくる、絶対スリクラくる、100スリクラくる、くるスリクラ100スリクラ100スリカ100スリクラ、待って、そっち来んの、ちょっと待って、それは聞いてない。でもライドのサイドからそれは惜しい、そのスパーキーでスリクラは絶対狙えません、うん、来るとしたら真ん中、オッケー、これもガゴムレで、やめろやめろやめろ、くんな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 、早めの処理、早めのパブロン、早めの処理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 、まずい、これ、まずい、待って、まずい、待って、本当にまずい、これ、ザップ、あ、待って、時間ない、時間、やばい、あ、俺、危ねえ、右、俺、最後の無駄が多すぎた、最後、マジで、最後のちょっと無駄多すぎたな。いや、でも、最初の矢の雨はちょっと、いけないね、ポン、矢の雨をいけるさ、嫁矢の雨ができる展開がないというか、はい、よろしく。だからまあ1回はね、読みは成功してるんですけど、読み矢の雨行きたいよね、できたらね。さあ、まずはゴブリンバレルから展開してて、ゴレじゃん、いや、これ絶対始まりくんじゃん、これ絶対始まりくる、100始まり、オッケー、かぶっていく、いっちゃってる。でここでタルババでしょ、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 届かない位置で、届かない位置でこうスケルトン部隊出して、でここで、はい、瞬殺させていただいて、ここでザップで溶かす、神やばいやばいやばい、神ザップ、そして右、あ、これはね、これはもう体で受けよう、体で受ける、ここは体で受けて、左ももうムシムシ、そんなに固執してたら男にはなれん、体で受ける。そしてここ右絶対突破したいけど、ライトニングがあるんで、ガゴムレから展開かな、ガゴムレから展開していって、ちょっとまずい、まずい、これはちょっとよくないけど、オッケーオッケーオッケー、それ逆に惜しい、逆にジャイアントがつけられる展開。そして多分タルババ出してくる、多分このスパーキーに対して、スパーキー来ない、いやでも、ね、この奥まったバレル神、え、あ、遅延ゴレか、あ、そっか、遅延ゴレか、あ、遅延ゴレってことはライトニングない、ちょっとわからん、忘れた。そして、唾飛んだ。ちょ、みんな再生しないで、スロー再生とかしないように。よろしくお願いします。オッケー。んで、ここは、多分、結構、もう、相手やばいから、相手も、ちょっと、スリークラウン、ちょっと、おられかけて、ちょっと、相手、ちょっと、若干、めいってるから、スリークラウンを狙ってくるっていう暴挙に出てくる可能性もある。だから、一回、ここは落ち着いて、メガゴで様子見が大事。ここでスパーキー出すと、なんか、逆サイにドカーン来られて終わるから。なるべくゴレに合わせたいなっていう印象ですが、うーん、なるほどね、それはヤンキーだな、うまい、そのね、様子見はうまい。うわー、真っ向勝負仕掛けてきた、真っ向勝負いきますか。そしたら、いや待てよ、こっち行ってみよう、やべ、でここで、はい、右にエリクサー使わせて、左は悠々自適に処理していきますよと。はいはい、オッケーオッケー。ここで、はい、ここでなるべくベビードラのターゲットを取りたい。ベビードラのターゲットを取って、
これちょっと、これ押さない、押さない君たちは。ちょっと待って。君たち邪魔、君たち邪魔。で、ここは、ランバージャックカウンターに届けたい、オッケー。いや、これ、体しくるな。ワンチャンやばい、ワンチャンやばい、ワンチャンやばい。来たー、予期していたことが来てしまった。ちょっと、これはまずいぞ。これまずい、非常にまずい、非常にまずい展開。非常にまずい展開。非常にまずい展開、まずい、まずい、バカ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 、やばい。早め、早め、早め、早め処理。やっ、呪文、呪文。あっ、グーです。回していきます、回していきます。枯渇恋、よろしく。俺は全てを読んでいく男。いきます。まず、バレルをさ、まず、相手がさ、細かい系じゃないとさ、何もなんないの、まず。うわ、なんかすげえじゃん、もうそのデッキも。そのデッキは、はい。そして右バレル刺さっていきません。これまずい、これ矢の雨でちょっとこれペチペチして、あー痛い痛い、一本痛い。その一発犯罪ですよ、もう。その一発が痛すぎる。オッケー、なんすかそれ、そんなのありなんすか。ちょっとこれジャイアント受け、ジャイアン、もうダメじゃん、これアリーナ1だよ、これアリーナ1、アリーナ1の戦法だよ、これアリーナ1のクラロワ TV で見たことあるよ、これ。いやでも、ここでバレルを展開していって、このバレルをちょこちょこ刺していって、持っとるな、こやつ持っとるな、こやつ持っとるな、嫌なカード。だから、まあ、ゴブリンバレル矢の飴決めたい。ゴブリン矢の、ゴブリンバレルの矢の飴セット、それでいきます。なんすかまたそれ、もうなんすかその端前デッキ、やめてよ、やめてよ。いや、ここで守っていきません、いきません。さあ、なんか、なんかこれ、なんか細かい系怖い。ベビードラとか来んな、ベビードラとか来んな、ベビードラとか。ファールチファールチ、ワットファールチ、ワットファールチ。いや、これはもうあげるしかねえな。ここに固執するほどね、俺もね、オラフされてないよ。ここで、なんか使ってほしい。バルーンとか、もうランバーバルーンとか出して、欲しいっすね。これ出していただいたら、Q ワード。あ、オッケーオッケー。いや、これはね、逆に釣ります。これ釣ります。これ釣ります。逆に捨てない。逆に捨てない。逆に俺は、拾う。で、そして、スケルトン部隊あるでしょ。ここでザップを構える。ヤラミを読んでいく！ふっふっふっ！なんでだよー！いや、でも、でも、入ってこい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 。オッケーオッケーオッケー。いい入り、いい入り、いい入り、いい入り。いい入り、いい入り。さあ、残り300。なるほどね、そうですね。いや、そのさ、そのさ、そのちょっと強いのなんだよ、それ。で、ここでガゴ群れを生かしていく。そしてバレル。いや、ファルチェ、ワットファルチェ、ワットファルチェ、ワットファルチェ。もうファルチェなんなん、この、なんかメタメタのゴリゴリみたいな。で、ここはスパーキーで受けていき、はいはい。逆に相手ね、呪文ないんじゃないか説、提唱していきたい。陸受け、ドカン。今ドカン入った、今ドカン入った。よし、決めていくぞ、決めていくぞ、決めていく。これジャイアントつけて、はい、強気の形作っていきます。そしてゴブリンバレルさせていきたい。ゴブリンバレル相手呪文ないから、ゴブリンフリーズくるかな、フリーズくるかな、フリーズくるかな。さあ、ここでゴブリンアイの雨を決めていく。オッケー、Thank you very much。 で、ここ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 で、いやー、ミスった、あー、ミスった、ミスった、ミスった。ちょっと待って、この人ね、端前が好きなのよ。端前がお好きすぎてやばいんだよ、この人。端前をどう崩していくかが大事だから。来た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 。で、ここスパーキーでドッカンバトルして、あ、ドッカンバトルして、ここザップで止めちゃって、うわ、やば、オッケー。まあまあ一発と、ここでここでここで、はい、これからのスケルトン部隊いらっしゃい。あざらす、セキュセキュセキュ、あ、だった。今日めっちゃ冴えてない、めっちゃ冴えてる、マジで。最初のさ、エレキも良かったし、スケルトン部隊読みが冴えてたし、でも最後の試合のあの陸受けやばかったけどね。端前三昧、端前三昧のジャイ受けはちょっと見なかったことにしてほしいけど、今日もご視聴ありがとうございました。2020年、まあ、もうちょこちょこ動画上げていく気しますけども、ちょ、年末年始はゆったりスタイルで、いこうかなと思っております。しかもさ、まあ、僕もなんか紅白とか普通に見たいしね。はい、ということで、
あ、まただよこれ。もしね、応援してくださる方いたら、クリエイターブースト QQ26 お待ちしております。そして、おすすめ動画がございますんで、まだ見てない方ですけど見てみてください。あのチャンネル登録こちらができますって言ってもしないじゃないですか、見ないじゃないですか。だからね、そんな君たちに愛を送ります。